それじゃあね。Thank you.
Thank you.
レベリングするのってやっぱり楽しかったね。ふふん、もっと褒めてもいいんだよ。それにしても、今日のお兄ちゃんを見てると、昔公園で走り回ってた時のお兄ちゃんを思い出しちゃったな。そうなんだけどね、なんか生き生きしてるっていうか、楽しそうな姿が重なったのかな。じゃあね、キリト。よし、どうしたの？さあ、よろしく。
どうしたの？どうかな？ありがとう。お願いね。どうしたの？それ。キリト君。お兄ちゃん、いいところに。この前、またホローエリアに連れて行ってくれるって約束したよね。いつもはどんな感じでレベリングしてるのか見せてほしいな。へえ、じゃあさ、あたしと一緒にそれやろうよ。一緒に行こうね。いらっしゃい。いらっしゃい。
いらっしゃい。いらっしゃい。攻略会議を始めましょう。
それではボスの攻略に向かいましょう。アクティベートできたぞ。次は温泉か。入ってみたいな。
そうだね。落ち着いてきたっていうか、あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。宿にいた人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした。ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったか。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。
です。いえ、これは自分で取らなきゃ意味がないんです。外になんか出たりしたの？それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花？頼んでくれればユイちゃんが危険を犯さなくても私が取ってきてあげるのに。はい、ごめんなさい、パパ、ママ。そっか、それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。あの、パパ、ママ、三人で手をつないでいきませんか？そうなっても、キリト君の索敵スキルですぐわかるんだし、大丈夫じゃない？じゃあ、私がユイちゃんの左ね。いないの？